東京です。よろしくお願いします。皆さんこんな経験ありませんか？いやこの曲いいよね、大好きだわ。でいいよね、まあそれカバーなんだけどね。え、オリジナルじゃなくてカバーだったの？なんて今までありませんでした？僕は結構あります。決してカバーが悪いとかそういうわけではありません。単にオリジナルだと思っていた、カバーだと知らなかったという感じです。洋楽でも邦楽でも結構そういう曲ってありませんか？この辺はジェネレーションギャップなんてのもあるかもしれませんね。ということで今回は結構有名なんだけど実はカバー曲ですというのをいろいろ紹介していこうと思います。今回僕もいろいろと調べて勉強になりました。一緒に探っていきましょう。ではまずこちら、エルビス・コステロの C という曲です。ノッティングヒルの恋人という映画の主題歌でしたね。 C といえばコステロの代表曲みたいなイメージありますよね。なのでカバーとした時はすごく驚きました。こちらピアノを中心としたとっても綺麗なバラードですね。曲の歌詞もこの映画のために作られたんじゃないかってぐらいのね内容なんですよね。なんだか臆病で奥手になってしまう主人公の心情が見事に表現されてると思います。原曲はフランスのシンガーシャルル・アズナブールです。原曲もピアノがメインという感じでかなり原曲に即したアレンジですね。やっぱりいい曲ってのは誰が歌ってもいい曲ですね。続きましてベイシティローラーズの I Only Wanna Be With You です。放題は2人だけのデートですね。今はもうやってないですけど、花丸マーケットって番組のオープニングで使われてましたよね。懐かしい。あと僕と同じ世代だったらわかると思うんですけども、天才テレビくんでも歌ってましたよね。この曲がカバーとしたのは割とマジで最近でした。久しぶりに聴こうかなと思って Apple Music を検索してたらいろんなアーティストのバージョンが出てきまして、そこでちゃんと調べたところ、はい、ベイシティローラーズのバージョンもカバーでした。原曲はイギリスのダスティ・スプリングフィールドという方です。いや本当に知らなかったですね。めっちゃ恥ずかしいです。こちらも割と原曲に忠実なアレンジですね。あーというコーラスもねまんまですよね。このコーラスはねとても気持ちいいですよね。なんなら主のメロディーよりこっち歌いたくなります。どんどんいきます。カーペンターズのプリーズミスターポストマンです。恋人からの手紙、早く来ないかなと待ちわびるあまり、郵便の配達員さんに私宛ての手紙ないと聞いちゃう曲です。カーペンターズの曲の中でも結構有名ですよね。さてこちらの原曲はビートルズではないんですよね。ビートルズのバージョンもカバーなんです。僕は長らくビートルズが本家だと思ってました。原曲はマーベレッツという女性コーラスグループが歌っています。こういう女性コーラスグループの曲ってなんかカバーされてる率すごい高い気がしません？ちなみに原曲の歌詞は女性の目線で彼氏からの手紙を待ってるという感じですが、ビートルズバージョンは逆に男性目線で女性からの手紙を待っているという感じです。あとカーペンターズは他にもビートルズのカバーたくさんありますね。チケットトゥーライルとかヘルプなんかもそうですね。続きましてビートルズのツイストエンドシャウトです。メインボーカルはジョンで、だいぶハードめに歌ってますよね。 We're shaking a baby now, shaking a baby, twist and shout, twist and shout っていう追っかけのコーラスがね最高に楽しいんですよね。こちらも僕は長らくビートルズが原曲だと思っていました。原曲はトップノーツというボーカルグループの曲です。原曲は結構テンポが速くてまさにツイストを踊る時に流れてそうな感じですと言いながらも、僕はツイストなんか踊ったことないですし、明らかに世代じゃないんですけどね。ちなみにアイズレイブラザーズもこちらをカバーしていまして、こちらもビートルズと同じく割と落ち着いたテンポでのカバーです。ちょっと話それますが、初期の頃のビートルズって結構カバーが多いんですよね。ていうかビートルズに限らずなんですけど、60年代あたりの音楽ってカバーがすごく多いんですよね。続きましてレッドホットチリペッパーズ、レッチリのハイアーグラウンドです。ドゥンドゥデーデツデデツデデというベースのフリーによる最強にファンキーでかっこいいフレーズがねいいんですよ。こちらは高校生の頃にニコニコ動画を見て知りました。あ、ベースやべーってなってレッチリが原曲だと思ってました。こちらの原曲はスティービーワンダーですね。先ほどお話ししたドゥンドゥデーデツデデツデデというフレーズはクラビネットで演奏されています。スティービーワンダーといえばクラビネットですよね。スーパースティションでも演奏されているちょっと独特な音です。ビーンとかビヨーンみたいな感じのあれです。スティービーが弾くと本当にグルービーでかっこいいんですよね。あとベースで有名なマーカス・ミラーもカバーしてました。レッチリのフリーと同じようにスラップであのフレーズを弾いていました。さてここまでは洋楽のアーティストによる洋楽のカバーを紹介しましたが、ここからは日本のアーティストによる洋楽のカバーを紹介していこうと思います。ではまずこちらです。郷ひろみさんのゴールドフィンガー99です。郷ひろみさんといえばこの曲ですよね。アーチーチーアーチーのやつです。最近の若い方だとこの曲がカバーっていうのをね知らないかもしれないですね。原曲はリッキーマーティンのリビンラビダロカです。こちらタイトルはスペイン語なんですよね。破天荒な人生を送るみたいな意味です。郷ひろみさんのバージョンは日本語で歌われています。原曲の予約を日本語でしているとはまたちょっと違いまして、ほとんど替え歌のような感じですね。有名なアーチーチーの部分、原曲ではアップサイドインサイドアウトと歌っています。
全然意味が違うんですよね。日本語バージョンの作詞はカン・チンファさんです。もういろんな曲のね作詞をされていますね。その日本語歌詞で面白い部分がありまして、あーちーちーの後です。燃えてるんだろうかってありますよね。あれはですね、あーちーちーで熱いから燃えてるんだろうかって言ってるんじゃなくて、まあちゃんとその意味もあると思うんですけども、原曲の歌詞を意識して作られています。原曲では燃えてるんだろうかの部分はリビラビンだろうかと歌われています。燃えてるんだろうか、リビラビンだろうか、もちろん意味は全然違いますが、末尾の韻を合わせているんですね。これね、なかなか素敵ですよね。ちなみにどうでもいいかもしれませんが、僕の母親は郷ひろみさんのファンクラブに入っていたそうです。続きまして、西城秀樹さんの YMCA です。サビでの振り付けがとっても有名ですよね。西城さんが亡くなった後も愛されている名曲ですね。こちらの原曲はビレッジピープルというアメリカのボーカルグループです。ご覧の通りムキムキマッチョのゲイというイメージで売り出していました。余談ですが、先ほどのリッキー・マーティンもゲイということをカミングアウトしています。さて YMCA の歌詞は先ほどのゴールドフィンガーとはちょっと違って、まあ割と意訳をした日本語歌詞という感じです。原曲の方での YMCA というのはちょっと覚えれないので読み上げますね。The Young Man's Christian Association の頭文字でキリスト教関係の施設のことらしいです。対して西城さんの方は Young Man Can Do Anything の略だそうです。若いやつなら何でもできるぜという意味ですね。では最後に Fly Me To The Moon です。こちらもめちゃくちゃ有名な曲ですね。国内外問わずいろんなアーティストにカバーされていますが、日本ではアニメ新世紀エヴァンゲリオンのエンディングで使われて一躍有名になりました。もしかするとエヴァのエンディングが原曲だと思っている方も多いんじゃないかなと思いまして、今回紹介させていただきます。アニメのエンディングでは綾波レイの声優の林原めぐみさんや、オープニング残酷な天使のテーゼを歌っている高橋洋子さんのバージョンなどなど様々用意されていました。で、肝心の原曲はと言いますとフランク・シナトラではないんですよね。そうなんですよね、フランク・シナトラのバージョンがめちゃくちゃ有名なので、てっきり僕はフランク・シナトラがオリジナルだと思ってました。大元として初めて録音されたのはケイ・バラードという方の歌唱のようです。ただこの時のタイトルは In Other Words というもので、 Fly Me To The Moon とはまた別なんですよね。原曲のアレンジはフランク・シナトラのジャズっぽい感じとはまた全然違います。こう映画音楽っぽいというかストリングスが重厚な感じです。はい、という感じで、これカバー曲だったのってなりがちな曲をいろいろと紹介しました。いや今回は僕もいろいろと調べたので勉強になりました。レイシティローラーズはねマジで知らなかったですね。僕らが今聴いてる曲も何十年後かにカバーされて、カバー元は実はこれですみたいな感じになるのかもしれませんね。皆さんもあんまり知られてないけどこれカバーだよっていうのがあればコメントで教えてください。このチャンネルでは音楽好きの音楽好きによる音楽好きのための音楽チャンネルというのをモットーに日々動画を投稿しております。よければチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。